でえー、今回は投資のお話をちょっとさせてもらおうかと思いますあのー、常識的な投資っていうとね年利でパーセンテージが1%とか2%とか高くても3%とか4%ところになってきますあくまでもこれ常識的な投資の話ですであのー、世界の三大投資家と言われてる人ねえー、いらっしゃいますあのー、名前がねウォーレン・バフェットさんを中心に浮かぶと思いますけどもこういった方々でも やっぱりね年利20%がまあ限度だということなんですよね年利20%うんまあもちろんねポートフォリオっていうのを組んでるんで平均で20%ってことなんですよじゃあポートフォリオっていうのはなんだっていうといろんな銘柄といろんなジャンルいろんなマーケットに投資してるってことなんですよねその中には当然年利で1%とか2%っていうのもあるんですよ、まあ、あのガチガチのねすごく硬いやつ年利で 1%2% ってことは投入資金を大きくすれば リザイアは大きくなりますよねってことですで逆にですよ年利で100%とか200%みたいな夢のような投資もあるわけですよじゃあこういったところには少額の資金でも大きなボリュームが期待できるからいろんなところに分散投資していきますでトータルで20%っていうふうな考え方ですよねこれがポートフォリオですじゃあ私たち非常識な方法で投資でねやっぱりこう効果を上げていこうとするとどういうことになるかっていうと 常識的なな金利だけでではもうダメなんですよで非常識な金利ねやっぱ年利で100%とか200%っていうのをやっぱりね狙っていく探していくってことになると思いますで現実そういうのはありますあるんですけどもやっぱり水物なんですよ年利 100%200% っていうものがたくさんあって例えば1000本中999本が外れみたいなもののどれか一つを精査しなくちゃいけないんですよねでしかもねこれ深追いしてもダメなんですよ 参入する時と撤退する時期が正確ならば年利で結果100%とか200%が実現するってことなんですよだから年利で計算するからこういうことになりますけども月利で8倍とかねこういったのだったらそんなにおかしなことはないと思うんですよね月利で8倍とか10倍っていうのに参加して1ヶ月や2ヶ月で撤退するそういったものをちょこ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 繰り返していくと例えば元金10万円が最初の トライでね10倍にななって100万になりましたもう一回10倍にななったら1000万なわけですよこういうふうな綱渡りとも言えるのを組み合わせていくことによって100万円をね1,000万とか1億にすることっていうのはない道ではないんですけどもその代わりものすごく難しいですしかもこれポートフォリオが組めないでしょ私たち資金の少ない我々っていうのはねそもそもポートフォリオが組めないんですよだって資金が限られてるから分散投資って言っても3つか4つに分散投資したらもうお金なくなるじゃないですか でも本来のポートフォリオ分散投資っていうのはもう本当多角的にね何十個とか場合によっては100個前後に分散投資してその平均が20%ですよってことを目指すわけなんですよねとてもじゃないけど常識的なそういった成功者の法則に習っていくことはできませんしやっぱ忘れてはいけないんだけどもでも非常識な方法の中で自分だけの成功ルートを見出していくってことになると思うんですよもちろんリスクは十分に承知しなければなりませんしそのリスクを 低けに生活が破綻するようになってもいけないので、まあ、そこには非常識な投資方法へのやっぱり考え方っていうのが必要になってきます。というところでね、えー、そういった非常識な投資方法とか投資メーカーについてもたまにお知らせしていこうと思いますんでね今回メンバーシップは解除してもう全部開放する無料動画っていうことになってきます一部即化塾の熟塾成んに向けたものにもなりますけども、まあ、基本的にはね あの皆様に情報の共有ととといいいううここでどどんどんお知らせしていこうと思います、まあ、サポートができるものばかりではないと思いますんでねあのその辺はもう自己判断自己責任ということになってきますけども、まあ、でもね情報全く私が流さないよりもこんな情報があるよっていうのは一時情報だけでもねその中で人気の高いやつは私も分析して私の判断とそれからサポートをね提供していこうかと思いますんでまずはあの非常識な投資っていうのをね広く。 それから、朝く知らせていこうかなっていうところでございます。ご期待ください。それからね、最近はねあの、またメールマガジンを再開するつもりでございます。っていうよりも、メールマガジンもすでに発行してますんで、そちらの方にあの、やっぱり10万円儲かる方法とかもね、流しておりますんで、えこちらの方は、あもう早速公表いただいて、私もね、ああ、やってよかったと思いました。やっぱりメールマガジンね、私、あの、読者さん2万人ぐらいいたんですよ。いや今、1万3000人ぐらい減っちゃいましたね、ずっと3年間ぐらい発行してなかったんで。 まあこの機会に、うん、再開してコツコツとやることによってねまたあのせっかく登録してくださったメルマガの読者さんにも恩返しをしようかと思いますんでぜひそちらの方もね、えー、登録の方よろしくお願いします。概要欄にメルマガの登録もつけときますのででそれでは